Right? So we'll rock. We'll rock the world. He discovered that he had a cancer 2 months ago. Since then, he stopped playing music and stayed home battling with the cancer. The day I visited, he picked up his guitar and showed me some licks. It's been 2 months since last time he played.そのやっぱり一番好きな音楽っていうのをこうやれない辛さみたいなのっていうのはやっぱりある。ちょっと深い話になりますけど、あのね、ちょうどねこの病気が発覚する前に、うん、俺は自分のギターのアンプの音を発見したの。これ前にも五郎さんにも言ったけど、うん、ほらトイレにあったじゃない、あれでいろいろ調べて、うん、そのメサブギーの、うん、その性質みたいなものを自分でこう触って研究して、本読んで研究して、やっと俺の音に、うん、理想的な音に近い音が出せるようになったのにこれになっちゃったの、うん、もうそれがね残念、うん、ステージで本当にねもう完全にいい音でやれるところでできないっていうその残念さはあるかな。そう、うん、ちょっと今5月に入ったでしょ、3月、2ヶ月ぶりか。あともう異常にやっぱ痩せてて、もうおじいちゃんみたいな体つき、こんなん来てから分かんないけど、うん、もうほんとガリガリになっちゃった。ガリガリ状態痩せた、うん、何キロ痩せたっていうか何パウンド痩せたっていうの分かります？痩せたのは40パウンドぐらい。マジで？うん、はあ、そう、本当すごい痩せた。あ、そう。どうも、ブッチです。今現時点で、僕はとりあえずね、直腸がんに、なってまして、今病気療養中でございます。なんか話によれば、うつひの豪舎くんがなんか結構、奮闘してくれて、なんか皆さんと一緒に、まあ、チャリティーコンサートというか、俺はちょっとよく分かんないですけど、してくれるということで、ありがとうございます。本当皆さんのおかげで、すごく良くなってきてるんで、本当大変感謝してます。もうすぐ復帰できます。もうすぐ私のギターが、またステージで見られる日が近いので、よろしくお願いいたします。改めて、五郎さん、大輔、それから一歩くんの本すごく助けになりました。ありがとうございます。一歩くん、それから、スワカ、それからもちろん、うずひ、皆さん本当にありがとうございます。お、アントニー、if you see this, I really appreciate that you called me and yeah, it'll cheers me a lot. So you know, keep in touch, man. Really, thanks a lot. Right? So we'll rock. We'll rock the world. あと龍一さん。この間も遊びに来ていただいて、ありがとうございました。これからも、よろしく、ギターの、ご指導など、いつもなんかお金も払わんといろいろいろんなこと教えてもらってすまないなと思いながらも甘えさせてもらってます。いつもありがとうございます。本当に良き友人だと思ってます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、Hey guys, what's up? This is Butch. I didn't go to the show because I'm in a hospital already right now, so I couldn't see you guys today, but tonight. But, for the bands that play tonight, and you know, they sang that it's for me.
So I appreciate that a lot. And which means you guys came for me too. And then that helps me a lot. And I really appreciate that. So thank you guys. I love you guys. Be cool.皆さん、音楽を愛す気持ちを、忘れずに、ただ単に聴くのが好きだっていう人でも、それは続けるべきだと思います。音楽はとっても素晴らしいものだと思うし、一生もんだと思うんで、ずっとリスナーでありプレイヤーであり続けて、欲しいと思います。